小笠原さんで、いや中野浩一選手知っとるんです。ああ中野浩一さんは知ってる。世界戦10連覇。ほうほう。それを支えたブレイブです。あですね。これはコンコール。まあ六歩でもこの歩兵しか使えませんけど。ここでの方じゃないですか。ああまた素敵なバイクですねこれね。長沢ですよ。これは どんなロードバイクの感じですか。いや中野浩一選手知っとるんです。ああ中野浩一さんは知ってる。中野浩一さんが世界戦10連覇。ほうほう。それを支えたブレイブです。あ。そうなんですか。中野さんが乗ってらっしゃった、ね、日本人で、まあ、一番最初ですかね。ほうほう。イタリアデドーザーで修行されて日本に帰ってこられて、ほうほう。でその後中野さんあの10連覇に貢献。ほー。もともと長澤さんはデローザーイタリアの、でちょっとだけ修行を続けてきまして日本に帰ってきてビルダーとしてやられた。そうなんですよ。由緒正しきロードバイクウェーブと。はあ、そうですか。これはダブルレバーという。そうですね。この間のカッピーさんも。カッピーさんもそうでしたね。ダブルレバーですね。はいや昔はこういう自転車、僕らも同じぐらいの年なんですけど、この方が年上なんですけど、レースはこういう自転車です。はあ。で、こういうので、ブレーキをかけ。ここはブレーキだけということですね。これブレーキだけ。だけですよね。はあ。一度、カツオさん、握ってみてください。いいですか。いいですか。こっち重いですよ。あ、重いですね。ね。重いですね。昔は自転車なの。これが普通なんです。これが普通なんですか。普通いうか軽いぐらいですね。昔のことを言うと。あ、そうですね。はあ、これはその今から何年前ぐらいのスタンダードの。40年。40年前ぐらいがこれがスタンダード。はあ、そうですね。もう50年ぐらいですかね。はあ、これ何年乗っていらっしゃる感じなんですか。作って26年。作って26年ですか。元々競輪選手。あ、競輪の選手でいらっしゃったんですか。はあ、で今はご指導の方に回っていらっしゃった。そうです。それぞれ恐れすごい優しい方ね。もうだけど選手には怖い。ああ、いやいや、もうパッと見で優しい雰囲気がすごい ねプンプン出てきて、高校生の人も世話してる。ああ、そうですか。いやけどとても26年乗ってらっしゃるようなバイクには見えないぐらい。26年乗ってはないですよ。そう、ずっと乗ってるわけじゃない。家に作って、家に置いてる。あ、そうなんですか。何台自転車を持ってらっしゃるんですか。いや、数えたら増えるんで数えません。じゃあ片手では足りないぐらいの。いや、両手でも足りない。両手でも足りないぐらい。両手では足りない。へえ。じゃああんまりこれもう乗る機会はそんなに少なくて、いやもう今日のためにちょっと何年ぶりかに。ああ、そうですか。恐れ入ります。これまたちょっとサドルがなんか初めて見るような感じの。そうですね。これはコンコール。コンコールとちょっともう年代物の革ですよ。あ、革ですよね。ちょっと私も全然勉強不足でわからないんですけど恐れ入ります。コンコールというのはもうちょっとイタリアのね、サンマルコ、サンマルコの、まあこれで有名になったみたいな感じですね。ちょっとお触りしてもよろしゅうございますか。恐れ入ります。いや、あ、けどちょっと柔らかい感じもしますね。まあその当時もんなんでだいぶ硬くはなってますけどね。当時もんなんですか。ということは二十数年。いや、だから40年。40年もいけんかな、これ。ちょっとワイドアダーシーぐらいですね。はあ、サドルも。この自体は、まあ、35、6年経ってるんですか。前のやつですか。へえ、すごいですね。はあ、ちょっとかっこいいですね、やっぱデザインもね。でもかっこいいですね。ちょっとしてね。はあ、今はどう、復刻版で出ますもんね、これ。そうですね。そうなんですね。でも、これに勝るものはないですね。あ、やっぱり時代のものは、はいはい、のがいいです。あ、手抜きはないです。あ、そういうことですか。はあ、で、これはタイヤの。そうですね。これがスペアタイヤ。スペアタイヤになるんです、ね。これがチューブラー。チューブラー。チューブラー。はい、あの耳にはしたことがあるんですけどね。パンクすると中の糸をめ糸を抜いてあるんで、ほうほうほう、それを切ってチューブを掘り出して修理してまた縫うんですよ。ほうほう、そうなんですね。まあパンクした時を一応予備でこう置いていらっしゃって。はい、入れ替えます。はあ、そうですか、そうですか。これまたスプロケットちっちゃいですね。昔はこんなの。僕らもレース、ね、標準です。これ標準ですか、当時の。標準ですよ。これは何本の何本。13-21。13-21。はい。13-21ですか。はい、これは6、5枚ね。6、6。1、2、3、6枚ですね。
ちょっと21だとちょっと6個を登るのは大変な感じ。登れますよ、普通に登ってます。あ、普通に登ってないレースは当時はみんなこんなんです、ええ、僕の乗ってる車時代は13の20です。20ですか。はそれで前がこの当時もそうなんですけど、この前は、はい、この差はないではないでしょ。ないですよね、あんまりね。これは52、5242です。42です、はい、それで42ですか。なっても42の20までしかギアは軽くできない。これでそれトレーニング6個登っていらっしゃった感じですか。まあ、6個でもこの歩兵しか使えませんけど、ここで登ってないですか。42で真ん中ぐらいしか使えない。マジですか。ちょっと回してみましょう。これが今インナーに合って、ね、インナーですね、インナーですね。これこうやって貼るんですよ。ほんでほう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 、あダブルレバーもね、そう変えてですね、こうやってで片手で下りながら減速入れていくんですよ、これで70キロ以上のスピードで70キロ、ね、そうですか。こうやって片手だから慣れてくると両手でやるんですよ。両手でこうやって、あここ両手でこうしながらこうやってこうやってこぎながら、なるほどなるほど、こうやったりこうアウターインナーこう入れたりとか片手でやります。あそうですか。右でも左でもね、好きな手でやります。もうそんな風にしてするんですね。やばいでしょ。ちょっと私たちはちょっとど素人でもも恐縮なんですけど、ちょっとものすごいなんか興味津々ですね。これはこれがカンパニョーロ。あカンパニョーロ、これスーパーレコードですね。スーパーレコード、今でもカンパニョーロスーパーレコード。スーパーレコードっていうのはあの一番上位のね、のフラグシップモデルのタイプですね。綺麗でしょ。芸術ですよ。ではそうですね、芸術にお聞きしますけど、もう見るからにすごい作りの感じですね。はでこれは何でしょう。これ空気入れに見えますが、はい、こうやって空気入れですよね。でこれをでこうやってはあ、ちょっと今からしたら非常に大きい仰々しいような感じがいたしますけど、でも今また流行ってますね。あ、うん、そうなんです。これ出てます、デファーとか。あー、うん、出てますね。当時としてはこれがスタンダードな。かっこいいでしょ。かっこいいですね。あの要素入りますよね。あ、入れるのはちょっとね比較的楽な感じがいたしますが、でここもこれ黄色く、あこうちゃんとこうカタカタなってますね。こういうもんですか。こういうところとか、あのこういうところね、ペイントを、はいはいはい、肉抜きしたり、まあ、これもそうですけど、ね、そうですね。あ、肉抜きになるんですか、これも。これもいわゆる完全フルオーダー的な感じでいらっしゃってる、はいはい、5年、5年かかった5年かかったわけじゃないですか。え、いや、いや、オーダーを作ってもらうまでに5年。それが当時、どういうことですか。あのこの方のポリシー、ポリシー注文入れてから、注文入れてから5年制で、5年でそろそろパーツ持ってこいって言われて作るから言うて、そっから1年かな。その方は今どうしていらっしゃる感じなんですか。いや今でもビルダー、あビルダーさんで、ね、作っていらっしゃって、あそうなんですね。はあ、はい、そうですか。あ NJS、 まあ長沢のこの文字を彫っていらっしゃる。そうですか。それはちょっとあのとて もう勉強になります。ありがとうございます。はあ、ついてるパーツはブレーキのカンパニョール、カンパニョール、全部カンパニョールがついてる。前から見ていただくと綺麗なブレーキですよね。芸術ですよね。形が何とも言えない感じですね。非常に綺麗な美しい感じがいたしますね。カンパニョールと書いてますね。はあ、でここはチネリーなんですね。はあ、タイヤはこれは宗陽23ぐらいの24です。24というタイヤで、はい、宗陽さんのタイヤと、はい、僕は開発に加わって、開発に加わられたぐらいの、はいはいはい、そうですか、そうですか。シングです。あー、宗陽って日本のメーカーなんですね。ハンドメイド、日本で日本芸人用のタイヤとか、はい、同僚のスペシャルタイヤ。そうなんですね。はあ、じゃあその自転車に携われて何年ぐらいになられる感じなんですか。いやもう、13ぐらいやから。13から45年ぐらい。45年ということですね。素晴らしい。もうレジェンドですね。レジェンドのお二人にそうです、ご紹介ねしていただいて、はあ、ありがとうございます。はあ、いやいや、とんでもない。名車です。名車ですね。これも差し支えなかったらなんですけど、おいくら万円ぐらいの感じでございましょうか。
はい、今これをこのまま45か50ぐらいですよね、はい、当時へ。あけど今の金額に換算するともう今これを買おうと思ったら、ええ、あのプレミアムついてますので、ええ、ブレーキだけでも何万ってしますので、パーツだけで入れたら、ええ、10万ぐらいですよね。でやっぱり長澤という名前のフレームは、はいはい、競輪でも有名で、今でも若い人たちがこういやあのオークションで探してという、そういうフレームなんですね。はあ、そうですか、そうです。それはもうとても素敵なバイクのご紹介を誠にありがとうございました。すいません、突然にもかかわらずなんか急に愛車チェックになりました。はあ、ありがとうございます。この方がベラッテのフレーム並びに全部作っていらっしゃる。乗る人に合わせたカテゴリーが分かれてます。それをイメージして名前付けてます。ハンドリングが軽いということと、おはい、ご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願い申し上げます。